投資家ですね。下、まあ、両方ですよ。標本化と量子化したものですよ。が、ここに入ってるんですよ、きっと。ね。で、これの、チャンネル。今これチャンネル図2が入ってるんですよね。2が入ってて、で、まあ、ステレオデータがこっちに入るというようなことでしょう。ね。で、っていうところで、今、この信号生成っていうところ、これが、データ取ってきましたというところですよ。ここでは信号を作ってるんですね。でも、私は外から取ってきたので、この F はできてますというところ。で、いいっすか？んで、この N、サンプル数っていうのが、私の場合は、44100、これ、周波数なんですよね。サンプリング周波数なので、1秒間にこれだけ。で、これが30秒分あるので、ここでは、はい、30秒分あるので、はい、ちょっと上に書きますよ。N イコール、サンプル数ですよね。30秒かける44100。このサンプルがありますよと。で、DT は、44100分の1ですよと。ね。で、っていうところで、はい。高速振り変換します。はい。で、振幅スペクトルを計算します。はい。で、あとグラフを書きますは、全部一緒でいいでしょ？多分。はい。とすると、怒られるわけですよ。で、定って何ですかっていうところで、定、これ、時間軸。時間軸を決めてやんないといけないらしいので、まあこれ、N も DT も決まってるので、追加してやるだけで消えると。で、フリクエンシーはこれも決めてやんないといけないと。これ今、定とフリークエンシーって多分ここのことを言ってんですよね。で、あ、ちなみにこれは時間軸と周波数軸。時間、なんて言うんでしたっけこれ。時間領域と周波数領域のグラフですよね。で、これ縦パワーって、アンプリチュードって出てますけどね。っていうことですよ。だから、フーリー変換でこれとこれ行ったり来たりするんですよね。フーリー変換、フーリー返却変換っていう感じですよね。で、これをコピペしてやる。これはもうグラフを作るための作業ですよね、多分。
い。あれで、実行してやると、怒られるわけですよ。で、なんで怒られるかっていうと、バリューエラーで X and Y must have same same first dimension but have shapes の shapes が違うっつってんですよね。で、shape 1323000ってこれの数なんですよね。どこ起こってるかというと31 31 31 T と F を比べて起こってんですよ、この人で。 T は0から N 出て N 出てT と31でしょ TF ラベル F スモール F サウンドキャンス、ちょっとここでプリントF レン F でしてみましょうよ。えい。すると1324032でしょ。だから数が多いんですよ。で、この多い数っていうのは、サンプルの数なので、適当に削っちゃいましょうと。N。とかね。すると、多分大丈夫なんですよ。でや。ね、こんな感じ。で、これはちょっとわかんないですけど、わかんないですけど、これがどれぐらいの数なのか。ピークがここ鏡合わせになってんですね。鏡合わせになっていて、ここで。まあ、なんていうかな。線対称って言うんですよね、こういうの。ここでピークが出てるのが正しくて、こっち側、ここ、これより向こう側は、見ちゃダメな。値というか、線なんですよね、これ。鏡合わせになっているので、意味がないっていうか、っていう、何定理、ちょっと待ってよ。どっか、これ、ナイキスト周波数っていうらしいですよ。FN のサンプリング定理から FS の半分の50となります。半分の50となります。ね。らしいですよ。らしいですよ。そういうものらしいですよ。なので、はい。今回のこのトーン。どれだっけ？これ。これね。これのピークは、わからんな。
ちょっとわかんないですけど、200、ヘルツぐらい。ヘルツぐらい。実際これ何ヘルツなんですかね。どこ見ればわかるんだろうな、これ。使い方がわかってないっていうね。私は、トーンを 440Hz。ね、440Hz っぽいところにピークがあるでしょ、ほら。ほら、ほら、つって、ほら、この辺ですよ、この辺。ね。ちょっと、わかんないですけど。なので、これを当初の目的の、これ消して、これ消して、当初の目的のですよ、テストでやると、えい。怒られるわ、怒られるわな、そりゃ。6615。N でしょ？ A。&330750 330750ってなんだ。出てって何なんだろう。出て どうすればいいんだこれ。定が、わからんな。いや、わかるよ。定はテストで見たときに、30秒。いや、難しいな。ちょっと待てよ。これを見たときに、チャンネル数、サンプルレート。サンプルレートか。サンプルレートが、ビットレート。ね。ちょっとこれに入れてみようか。新規。で、これに突っ込んでみると、どうなってる？ 48,000。とか、だからフレームレート、フレームレートって書いてあんな。48,000。だからちょっと待ってよ。これをプログラムで書いちゃえばいいんだよ。サウンドで撮ってくるじゃん。で、てが、頭働いてないな、もう。頑張れ、頑張れ、俺。N は後で、
出ては、サウンドの、フレームレート、フレームレート、DT が入るでしょ。で、N は、算すればいいのかな。フレームレートかけデュレーションセカンズでいいの？ってことなんじゃないの。T は、じゃないですか。えい。ドゥーンダメ。2904064エンド。倍違う、割る2、上来たんでっていうことですよ。そういうことですよ。これで、周波数、時間領域と周波数領域を行ったり来たりできるようになりました。はい。今日はここまでにしたいと思います。次回はですね、もうちょっと FFT の勉強をしてからの、ですね、もうちょっと勉強が必要ですかね。はい。頑張りましょう。今日はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また次回よろしくお願いします。お疲れ様でした。失礼します。